とはアメリカ合衆国ペンシルベニア州で1988年に創業したプレッツェルチェーン世界23カ国1000店舗以上を展開するプレッツェルチェーンでプレッツェル店では最大手である日本では2000年3月17日横浜市のモザイクモール港北に日本初の1号店をオープンしたしかし当時は百九十九年に 吉祥寺に上陸したシナボンが大ブームとなっていたためかアンティアンズの上陸は報道されることがなく全く話題にはならなかった。モザイクモール港北に続き南町田や関西にも店舗を広げたが数年で全店撤退した。その後2010年11月18日にサイド日本で開店した。再上陸時はテレビなどにも多数取り上げられ行列のできる店となり、 販売個数制限が設けられた。シナボンやクリスピークリームドーナツが上陸した時のように日本初上陸と話題になり大ブームとなったが実際は2000年に上陸しているので初上陸というのは誤報である。これについて再上陸をした日本のアンティアンズを経営しているプレッツェルジャパン株式会社からの否定説明はされなかった。なおこの再上陸一号店である 池袋東口店は2016年1月12日に閉店した。その後2018年にかけてほぼ全ての店舗が閉店し、2019年時点では富士急ハイランド内の1店舗のみとなっていたが、2020年未明に富士急ハイランド店も閉店した。創業者のアンカイウェラーはアメリカペンシルベニア州の市場でプレッツェルの他にもいろいろなスナックを売っていた。 しかし、プレッツェルの味に対する評判は悪く売り上げも良くなかった。創業者の夫であるジョナスと祖母とレシピをもとに試行錯誤を重ね、プレッツェルを完成させた。アンティアンズを設立。創業者のアンの名に、おばさんを意味する、アンティをつけて誕生。AB ひだりんたアンティアンズ池袋東口店、大風焼き菓子。日経 MJ、板倉千春、プレッツェルジャパン。 アンティアンズ1号店が予想を上回る人気。日本食料新聞2010年12月13日付。ニュースアンティアンズ池袋東口閉店。感謝セールお知らせ2015年12月16日。2016年2月18日閲覧。2016年2月18日時点での、ウェブアーカイブプレッツェル店、アンティアンズ、富士急ハイランド以外の店舗をすべて閉店。 ありがとうございます。